2月から先生を変えまして、でやっぱり前の先生と今の先生では教え方も少し違うので、今の先生に言われたことをまだ完璧にはできないので、完璧に言われたことをしっかり意識せずにできるように今ジャンプを取り組んでいます。そう、やっぱり関西大学のリンクで滑れることもあって、今までになかった刺激、練習に対する刺激を与えてくれる方がたくさんいらっしゃるので、その練習時間はちょっと減ったかなとは思うんですけど、内容が濃くなっていい練習ができてると思います。締める時の手の動き、やっぱり回転の速さっていうのが武先生から見たらまだこれ今のままじゃまだ4回転も安定はしないって言われるので、安定するようなまずはトリプルで4回転っていうものを練習していこうっていう話をしています。表情で滑れなかったのは1ヶ月半ぐらいだったと思うんですけど、6月の頭緊急事態宣言が解除されて1週間後ぐらいに滑り始めました。やっぱり陸でのトレーニングで、具体的にだと坂道ダッシュだったり、今までやってこなかった体幹トレーニングもそうですし、今までやってこなかったことを毎日欠かさずやってました、はい。もうその自粛中はスケートのことをできるだけ考えないようにしていて、考えてしまうとやっぱり不安になってしまうことがあるので、なのでその期間は考えないようにして、今はすごく楽しく練習できてると思います。まあ完璧ではないですけど、少しずつ体力も戻ってきて筋力も戻ってきてると思うので、ここからシーズンに向けて頑張っていきたいなと思います。ショートフリーともに阿部奈々美先生で、ショートが去年と一緒でザ・フィーリング・ビギンズで、フリープログラムがザ・ミッション、映画ミッションっていう曲を今シーズンやらせていただきます。ショートプログラムは去年から持ち越しなので、去年よりもさらにいい演技をして、ちょっと独特な動きも加わったので、去年できなかった独特、曲も独特なので独特な動きをしっかり表現できればいいなと思います。フリープログラムはミッションなので、そのお客さんの心に残る、オンラインだとしても心に残るような演技をお見せできればいいなと思います。新しくはないですけど、やっぱり4回転とアクセルも安定してさせていかないといけないっていうのは分かっているので、4回転まずは1種類2種類しっかりプログラムに入れれるように練習していきたいと思います。やっぱりずっと滑れてた時期は、ずっと滑れてた時期と違って滑れなかった時期のしんどさ、不安さっていうのを味わったので、ちょっと詰めて練習をできるように、このコロナ期間でちょっと成長したかなと思います。今のままだとやっぱりオリンピックっていうのは目標にもできない状況にいるので、今年1年このオリンピックシーズンまでしっかり、今年1年しっかり結果を意識して練習に取り組んでいきたいなと思います。